さて、えー、それではですねトータルサポートコースで用いるテキストについて説明したいなと思いますはいまずはその単刀エフィシェントコース講座ねえー、効率的な講座単刀エフィシェント講座のねまずテキストがどげになっちゃるかということをねい、えー、きたいと思いますそれでねまああのー、ちょっとねい、えー、その特徴が出るところをね あピックアップしましたあテキストの中でそのエフィシェント講座のならでは的なところ、ね、うんでもちろんね皆さん、あのー、普通の講座あ例えば担当基礎力完成講座もそうなんだけど大体いいね講座じゃないですか1乗2乗3乗4乗とねやっていくもちろんこれね、あのー 私はいいと思ってるんですよだってすぐ探しやすいしねほら一定位置からやっていくからね大体こう当たりがつくっていうかねはいまあそれは当たり前ですだからこの講座もそれは基本的なスタンスとして踏襲はしておるんですがそんな中ですねこの皆さんわかりますジュネーブ改正協定に基づく特例ねうん。 まあこれ入門の人には分からんかもしれんけど1年ぐらい勉強した人は分かるでしょジュネーブ改正協定というのは遺書の国際素ね、それをこう日本風にアレンジしたあ特例バージョンですねだから遺書法にあるんですけどでそのねあジュネーブ改正特例の条文ってね実はこれあの法の60条の条条いう条文なんですよ、ね、まあ別にこれ講座じゃないんでいちいちあのどんな条文かは詳しくありませんけどで 実はです、ね、マドリッド協定議定書の特例であるつまり商標の国際図鑑である、えー、この60「60商標法はね68条の2」っていう条文があるんですよ。ね、これね実はあのそっくりなんですよ。ええー、ちょっと分量的には違いますけどねあの具体的に見,見れば分かるんだけどもうほとんどねニアイコールなんですよ。だから逆にこ,ここに書いてあるねまとめて学習した方がいいんじゃないかと。そうすると、ね、例えばよ あの実際に「遺法60条」のこの3がね出た時にちょっと度忘れしてるとところがマドリッド協定議定書68条の2の知識が頭にあると結局一緒なんですよ、うん、だからあのあよかった窓プロの方で覚えといてよかったわっつってねそういうこともあるんでまととめて学習すすするんででよ、ね、そういういことです、ね、だからあの、まあ、もちろんね相違点もありますから、ね、ジュネーブ、えー、特例ではね あのマドプロ特例とは異なり基礎,願あ基礎出願または、ね、基礎登録は不要あ確かにね窓プロはあの基礎出願基礎登録は必要です、えー、ジュネーブ衣装の国際出願はねいきなりドカーンと出願できるんですよあの特許の国際出願もそうだけどね、はい、であともう一つジュネーブ特例、えー、ではあ国際事務局にも特許庁長官にも出願できるけど窓プロ特例の方はね 必ず特許庁長官に提出しないといけないいいとけつまりあの事務局にいきなり出願できないですマドプロはほら分かりやすいでしょそういう点がこうね明確に2つこう挙げられててで今度は共通点も見ましょうか日本国特許庁をあ、ね、通じて国際登録出願つまり出ていく出願ができるのとそれからですねできる旨そしてその主体並びに 願書の提出義務についてきて、まあ要するにあのフォーマットがね、あるんですよ。ええー、の国際性はも商標の国際性もね、だいたい似てます。主体的な要件も似てるんですよ。日本、日本人か、日本に住んでる外国人とはね、だいたいその辺共通してるんですわ。ね、だから相違点と共通点を学ぶことで、あの、もう一気にですね、ジュネーブ改正協定とマドリード協定議定書の特例をまとめて学習できます。 はい、エフィシェントです、まさに。はいはい、じゃあ次にです、ね、これ副教材なんですけどね、この一問一答集というのは全科目に追、えー、いちょるわけですよ、全科目にね。それでね、これちょっとね、あのこれじゃ分からないかもしれんけど、えー、と見開きで、えー、問題と回答がね、あ左にえ問題、5問ついてます、右に5問、これはね、もうあの一貫しております。 ね、どっかは4問しかないとかそういうことはなくて一貫しておりますねだから見やすいねあのー、学習しやすいように工夫してる、ね、しかも問題もあのー、なんていうのかな、えー、この穴がないようにね例えばその、えー、と1条から2条から3条からっていうようにその実際の担当本試験ではねこの条文は出てないぞっていうのもあるんだけど あのただの過去問集じゃありませんからこれ過去問も時々出てますけど大体は私がその条文の穴をなくすようにするために工夫した問題が載ってますからええあの見開きでね英語サイズですこれちょっとね分かんないから俺ちょっとね持ってきてるかなちょっと待ってくださいねもしかしたら私が実際のサンプルがねサンプルというかあありましたよかったですこれでねイメージができますよねよーし はい、こんな感じ。ね。はい。この、このテキスト、このね、パンフレットがね、このぐらいの大きさだと、ほら、やっぱ違いが分かるでしょ。ね。えー、これはね、電車に乗ってても勉強しやすいですよ。ほら、片手で、つり革、片手で勉強みたいにね。ほら、このぐらいだったらね、負担がないですよ。ね。このパンフレットだとね、ちょっとかさばってね、これ、満員電車だと、ひ縮ですけどね、これだとひ縮じゃないですよ。ね。あ、ちょうどいいなって感じの大きさです。ね。はい。 であとね、あのー、この一問一答集ですけどねもちろんあの全科目につけてるのはもちろんなんだけどこれもね結局私その口述も意識してるんですよだからその口述ってまさに質問があって答えがあるって感じでしょ。 だからその、理由付けですよ、要はな、どうしてこうなるんですかみたいな理由付けも、なるべくなるべくそのつけてますあの、基本書に基づいて、青本とか、判例とか、審査基準ね、そういうふうに工夫してますから。はいということですね、はい。はい、それでは皆さん、今度はですね、あの論文シーケンス講座のテキストです。 シューケンス講座の論文の方ですね。はい。えー、っとですね、私のスタンスはこれなんですよ。あの短く書いて高得点を取るね、えー。そういった極意をね、段階を追って伝授する三部構成ね。えー、皆さんあのいるんじゃないですか。ほら、格納が遅い人とかね。まあだからね、あのなんあの才能というかもう先天的にたくさん書ける人はね、あのまああんまり気にしないと思うんだけど、やっぱね遅い人をね。 あのー、悩んんででる人多いと思うんですよそういう人にはね本当にうってつけですよ私の講座ね私自身が受験時代そうだったらねどうすれば少なく書いて高得点を取るのかみたいなねはいそこでまずはねその一行問題対策編っていうのがあるんだけどあの口ににも通用するるようななテキストになってるだからねもう何て言ったらいいんでしょうもう論文用の問題集でもあるとともにあの口述の問題集そのまま使えます。 皆さんがもしその一行問題対策をやってね終わる頃に大体合格発表が来るんですよ。で合格したらですねなんとその1行問題対策でやったことがもうそのまま口実にね生かされるんですよ。これだからねもう口実対策講座って言っても過言じゃないですよ受かった人にとってはね。で落ちたら落ちたでその次の年に論文受けないといけない、ねあのー、新規性ー失の例外だとかね。 法制まあ出ましょうこれ実際これ新規事項追加の禁止ねでこれもね基本書には長々と書いてんだけど私はねあのー、この言葉とこの言葉とこの言葉をね あの3つ挙げればいいよみたいにちょっとゴシック体で太めにしたりしてね見やすくしてますね例えば新規事項追加の禁止だったら3つ言えばいいですね何ですか迅速権利不要の観点第三者の監視負担の軽減国際的調和の観点ねほらこういうふうにもう3つ挙げれば合格するからみたいなねあ,あと共同発明の成立要件ともね3つの言葉を言えばいいんですよ何ですかあ新規な着想の提供自明でね具体化それからああ その着想を提供した人と具体化をした人の間に一体的連続的には協力関係があることねこれ言えばもう合格だよみたいなねそういうふうに的確に教えていきますねはいだらだらと教えずに的確に教えていきますからねはいで今度はね事例問題対策編の適当ですけどねこれはねまずあのえ毎回毎回ですねあの実はね3問しかやりませんなぜかというとこれね本格的なんですよ 本格的な事例問題かから、まああの、時間がかかります、教えるのに。であとねもう一つポイントなのが私がただ教えるんじゃなくて皆さんもね事例問題にあのチャレンジしてもらうと。だからねその,その回その回ごとに私があの今日はこのテーマでやるよみたいな重要ポイントをですねまずその、えー、回のスタート1回だったらこの重要ポイントみたいなページがあってでその後にでね あ,のあれが続くんですよ事例問題が例えばこれちょっとねごめんなさいね答案構成編の,あの問題なんだけどね事例問題もねあ事例問題対策編もこうあの問題が用意されてるからでこんな感じですイメージ的にはあの重要ポイントは、まあ、さておきでその重要ポイントが終わった後に問に本格的な事例問題が3問用意されてて30分30分30分。30分30分 三か,けるかけるで90ですねあそれは皆さん考えてもらうんですよ。で残り30分かける3で解説、えー、解説講義90分ほら 90+90 90で180、ね、つまり3時間講義の内訳がそういうふうになってる、ね、30分考えて俺の30分講義30分考えて30分講義30分考えて30分講義。 でトータルあだからね何て言うかあの皆さんが、はい、事前に予習してくれよという感じではないんですね現場で一緒に考えていきましょうって感じだから、うん、あの私と共にやっていこうという感じ、ねうん、通信の人は、ね、もちろんあの完全に自分でやってほしいんだけど現場に来る人はそ,のそういう感じです、ね、30分はちょっと俺いないからね、うん、で30分あったら俺が来て解説するよという。 ね、だからやっぱり考える力をね冷やわせ書きながらその考えて、あのー、項目を上げるという訓練をしてほしいんですよ。はい、でこのね答案構成編というのはね、まあ、ちょっと事例問題対策編にも似てるんだけどただあのここにほら上の方はこれあれじゃない1行問題だねこれ上の方は1行問題なんですよだからはっきり言ってひあ左の方もう一回見たいんですけどね一番左の1行問題そう。 ここの1、ね、行問題で培った力とこの事例問題対策編で培った力をほらね1行問題も織り交ぜ事例問題も織り交ぜてトータル的な力をねまあ答案もこうやってほらあの俺が作ってますから全部ね。で私はとにかくね会社とかでもそうだと思うんですけど見出しの立て方のうまいあの文章を作る人ってね 大体ねあの会社でも出世しますよええ <laughs> 作文帳のねだらだらとした文章を作る人ってね大体会社で出世しないんですよというのが経験則上あります <laughs> 100%断言はできないけど一般的にそういうことを言えますはいでちゃんとねこう吹き出し部分があってねこう時系列とかもねほらこうあのただ字面だけじゃなくてこう時系列がねこう左の方に書いてあったりしてね あの分かりやすくしてるしほらキ重要キーワードをねこう「五色体」でこれだけは書いてくれみたいなのをねもうパッと見て分かるようにしてますけどそうアンダーラインとかね「五色体」とかであの強調してるとこれもね分かりやすさの秘訣ですわねはいで、えー、あとはですねあそうだ副教材がありましてねあのーえー、まずね左の方なんでこれ便利ですよこれはね、あのー、なんていうか担当にも使えるんだけど まああの両方まあ取ってくれたトータルサポートコースを申し込んだ特典ということでねこれどういうことかといいますとねちょっとまたお俺が自分の,そのあれをね自分のカバンから持ち出すんだけどちょっと待ってねえ忘れたかなあ,ありました普通さ皆さんどっかのメーカーの法文集持ってるでしょでえどこでもいいんだけど発明協会だろうがパテックさんだろうがいいんだけど あの残念ながらですねあのこれこれに乗ってないんですよこのこれが国眼砲とハーグと窓プロの規則でね乗ってないんですどのメーカーのやつもええー、だからねそれをこうバーンと出すというのはねあの非常に希少ですよこれこれねお客さんのやっぱり要望があってね私もおそれは必要だわと思いましてだってね万が一だよ万が一だよあ去年もそうだったんだけど 衣装法でね、国際証を取る際には秘密衆承制度ないでしょ、代わりにどんな制度があるかといって公開の延期、ね、公開の延期制度というのがあるんですよ、それって、ね、下手するとね、まあの、ハーグ規則まで知識が必要なんですよ、ね、でもほら、もうない,ないもんね、だからちょっとこう,こういうのがあるとね、えー、非常に助かると思いますよ、ね、これがついています。 ね、トータルサポートコースの特典ですよ、ねはい。そして今度は、ね、これはあの論文に特化した特典なんだよね。あ論文、えー、答案基本骨といってね答案構成の型を習得する、えー、でこれは、ね、とにかくね、あのー、とにかくこれは、えー、と入門講座についてる論文規録完成講座ね。 まあ、こ,ここでもう大体皆さん熟知してると思うんだけどその答案の方っていうのはねあ忘れてる人も多いと思うからあこ,れこういうのをつけてるっていう感じですだからこれはね講座はあのやりませんあの参考にあの付録的なその教材だと思ってくださいね参考までのはいそういう感じでございますね論文シーケンスコースぜひね、えー、取っていただきたいなとね あの受講生もねどんどん年々増えてますからねやっぱりそのお客さんからの評価もあるっていうことでしょうどんどん減ってるんだったらねおすすめできないんですけどねどんどん増えてますからはいいいということですよはいということです